面最強みたいなね。今回の拝聴よっよいしょよいしょ。なんか怪しい。おお、でもしかしね、あ、お、破滅の炎をやって、破滅の炎。え、全員ピロリがあります。せーの、にわはさあ、対人モードで行きましょう。ワンの僕の考えた最強のチームがね、どこまで通用するかをちょっと今から見ようと思いますんで。まずはちょっと勝たせてほしいな。まずはちょっと勝ってもらいたいんで、ちょっと相手をね、かなり弱めにしましたんで。まずはちょっとね、勝ってほしいところでございます。まずは勝てるでしょ。さすがに勝てるべ。うん、相手がだって賢者愛知を発動してない賢者だよ。いけるいける。さあ、ただし、このラリルマだけが怖いところ。なんかこれでめっちゃ寝たらもう負けだからな。はい、ラリルマわあ、結構食らうんだね。あ、でも寝てない。さあ、押し切りましょう。HP だってさ、ぶっちゃけ言うとさ、向こうからしたら HP3000 だよ。ブオーンと一緒だよ。あのブオーンと一緒ですよ。あのブオーンと。だから初見殺しかあるよね。お前ら HP3000 なのかーみたいな。まあ、ちょっとね、まずは一戦目はね、対人戦でどれぐらいのね、力があるのかをね。見ました今、ギガンテスのギガンテステップ。ギガンテステップ発揮。突進してきまーす。よいしょ。そこ避けられる。お互い回避の連続だ。おー、避けるね、あいつ。主人公避けるね。ちょっとどうなんだ、もうなんだったら通行時期狙ってもいいよ。通行時期狙って勝ったらさ、かなりの打点稼げるけどね。いっちゃう、行っちゃう通行の一撃。本当はね、対人モードだと、このチームやったら誘惑の踊りとか仁王立ちとか入れたいなって思うんですよ。で、ギガデイン。で、一ピチマンはギガデイみたいな。ちょっとまだ、まだこの試合では入れないでおくわ。うん。実際使うと多分ね、結果が見えちゃうから、仁王立ちとかその使うと結果見えちゃうから、まあまずは一戦目はちょっとね、うん。ちょっと遊びのターン、遊びのターンね。うん。ラリルマ放射。いや、さすがにね。まあ、でも、ラリルマ盾そんなにないから。そうそう、80とか82だもんね。あー。活躍もするし、ダメにもなるギガンテス。なんだ今度でさ、ラリルマに対して体勢硬いね、ギガンテス。暗黒に強いんだな。思いのほか。あーっと起こしに行く。ここでなんと起こしに行く。鎮守発生。炎の拳311。いや、強いな。ギガンテスが弱いだけか。大丈夫かな、なんか差が詰まってきたけど。なんか差は詰まってきましたけど。いや、一ターン目のあれでかかったなぁ。ちょっと差は詰まってきたよ。行ってこい、戸惑いの頃。行くぜ、うおちょっと待って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 。雑すぎない、雑すぎない、行くぜ、おい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 、行くぜ。2P チームは一体何をしに来たんだ、もう。2P チームもただの初見越し、なんか見た目がかっこいいで終わってるぞ。来た、パルプンテ。何してんだ、こっちは。2P チームは 2P チーム何をしているんだろう、パルプンテ。かっこいいけどさ。いや、かっこいいんだけど、何が起こるかわからない。パルプンテ、氷結呪文、マヘド栄翔。わかりやすくマヘドだったわ。思ったより弱えわ。でも、このターンに決めた方がいいよ。このターンにちょっと決めれなかったらやばいな。え、まだ仁王立ちも使ってないんだよ。まだ仁王立ち使ってないよ、相手。大丈夫かな、あれ大丈夫かな、なんか。いや。いや、ギガンテスがいる。その結論は早い。ギガンテスがいる。その結論は早いよ。SP 使わない状態でも勝てるっていうね。まあ、それは、まず勝ってほしい。ここでぶん殴るで終わりよ。パワータイプの危機。突進よ、危機。危ないんだけど。大丈夫かな、ワンといえばこいつじゃない。ワン同士やり合おうや、ちょっとガチで。さあ、ちょっと SP 解禁してみますか。ワンのね、やっぱワンのチームではこういう戦いがあったからね、実際。ただ、モンスターマスターの称号で強化されてる分、1P チームが有利に見えるけどな、実際は。じゃあ、行きますか、SP 解禁、状態上、これでしょう。いや、これの通り次第かもしれんけどね、実際問題。さあ、行きましょう。やっぱりこれが来るよな。ギガンテスボストロール見たら、まず俺はこれ使いたくなるわ。仁王立ちかこっちだよね。さあ、パフパフ、悪魔神官、せーの、はい、わーおー。やっぱりこうなったか。
やっぱりこうなったか。やっぱそうなるよな。この一旦何もできない。やっぱそうなるよねみたいな、なんか。そうなりますよね。うん。SP 解禁した途端これですもん。二王立ちが安定。怒りのステップ、うわどうだー、うわちょっと待ってくれ。いや、SP。こっちも。こっちも攻撃 SP 行こう。攻撃 SP 使います。1P も。1P はまあ、特に考える必要ないと思うんですよ。攻撃 SP 使っていいと思う。普通にね。さあ、ここで打点を取り返して、ここで返す。まあでも、これで HP 差がちょっとね、埋まったぐらいだから。さあ、ここから大事ですよ。怒りの魔人は打撃対策だけどね、悪魔神官、ベギラマ使えるからね。そう。怒りの魔人が流行ってたからこそ、悪魔神官は結構輝いてたかもしれないな。どうだ？強っ！マジかよ、400打点出んの？これでかいな。なあ、打撃対策あるからどうなんだろう、それ。ああ、でも打撃対策でも291？モンマス超豪様々だな。さあ、怒りの維持撃、アンガー、パンチ、悪魔神官ギガンテスじゃないんだ。ボソルとかでもないんだ。あ、ま、結構こいつが判断力の問題かな。あ、やめて。あ、でも、これワンチャン、普通にあるぞ。普通に勝てんじゃねえか。パフパフで全員止まったと、うおお、会心の一撃だ。決まった。これは決まったと言っても過言じゃないね。怒りの魔人がステップしない限り、いや、怒りの魔人の開始の開始もあるかもしれない。ここのターンで決まるかも。怒りの一撃だ。いや、でもさすがにこれ開始出ない限りは。いや、さすがにね。えい、ヤンガーパンチがうなる。さすがにね、耐えた、耐え切った。モンマス称号なかったら怒りの魔人勝ってたかもね。そうね、モンマス称号がなかったら、これはね、怒りの魔人勝ってたよ。いや、怒りの魔人強いんだな。いや、ここも勝利したか。パフパフを乗り越えた。胸を乗り越えた先に、最高の喜びがある。やっぱ、会心が強かった。どうせ今まで勝てたのってさ、モンマスの称号があったからでしょ？よし！ならば、戦争だ！いや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 。ちょっとなんか久しぶり出てきたと思ったら敵対すんの？唯一の良心は武闘家が悪魔の爪を所持していないこと、これにつきます。武闘家が悪魔の爪を所持してたら本当にもう負けてたよこれ。さあ、武闘家の武器は黄金の爪ですからね。さあ、主人公の黄金の爪にすごい左右される戦いになると思います。黄金の爪が動けばめっちゃ食らうし、動かなかったらかなりアドになる。さあ、ここはね、大防御でギガンテストボスローはシャットアウトされますよ、このターンは。まずただ、どうせ次の対象ターンでギガネイン使うんで、あんまりどうなんでしょうね、これは。まあ、これはもうそれそうなるよねっていう感じ。基本的にはそれは使われるよねみたいなとこありますから。さあ、動いていく。呪いの波動は怖いぞ。ちょっと怖いな、それ。はい、爆発属性。はい、よいしょ、まあ、せーの、もう、やばいってダメージ。ちょっと待ってくれ。まあまあ、でもどうにしろ動けないからね。どうにしろこのターン動けないみたいなもんだから、ギガンテスボストロールも。ベギラマ打点大事です。キースドラゴンには通るからね、実際問題。ベギラマがいい打点になる。デルクラーが大事な勝負になるのかな。あ、ドラゴンキッズが経験してるな。さあ、このターンに一気に差を詰められるかもしれないけど、大丈夫かい？連続ブレス！久しぶりに出てきたコードランちゃん！デインだとダメージ食らうと思うけどね。デインギガデージ、そうだね。さあ、キースコーアイスクワーシ、ちょっと待って、結構いいとこ狙いやがって。ここ、食らわないからね。ここね、食らわないのはでかいな。ただ、HP 差はほぼほぼ返したんじゃない？さあ、結構開いてんな。で、ギガデインで一応詰めることはできるか、でも。黄金の爪次第です。多分黄金の爪で、だいぶ左右されるぞ、これ。もしかしたらでもワンチャンあるよ。黄金の爪は負け筋でもある、勝ち筋でもあるよ。さあ、ギガデイン言っておきましょう、ここは。ここでまず HP 差を返す。ここからね、ぶつかり合いですよ。いや、素早さ的には武闘家に先制取られちゃうから、動いていく！聖剣好き来るぞ！一撃滅殺！聖剣好きやー！うわー、なんでこれ殴るの ?430 はやばすぎる。デインでしょ、んで。これさ、ギガンテスやばくない？ギガンテスがデインで撃ち抜かれちゃうよ。ほら！くー！でもそれでもまあ270打点だからそんなに、返せるか！痛恨の一撃に頼らざるを得ないぞ、これ。多分ね、ボストロールが痛恨の一撃狙う打点になると思う。普通に殴っても多分これじゃ勝てないぞ。いくら火力があると思う。素早さ的に無理。
武闘家とかドラゴンキッズがここでぶん殴っていく。おお、当たった、よく当たったな。回避される可能性があるからな。通行的、さあ、もうこれ狙うしかないような打点になっておりますが、当てれば終了。おお、当てた、当てた、やばい、これ勝つんじゃねえの。あれ、これ一匹勝つんじゃね、これ一匹勝てるな。勝つまであるな、これ一匹勝つまでありますよ。ちょっとありますよ、これこれ普通に勝つまでありますよ。ちょっと918だもんね。必殺技はできないから。ここで動いていく。まだね、回避されてないしね。武闘家回避されてないのでかいよ。動くね。これ、キスコが走ったら負けか？聖剣好き！うわぁ、うわぁ、これ、キースなのか、動けたら勝ちか。え、なにこのいい勝負。でもさ、これさ、武闘家チーム的にキースラゴン動くんじゃね？ギガンテスがボソルが早くできると、やっぱりここではキースドラゴンが現れる。はい、キースコー、最後は綺麗に決めました。アイスクラッシュ正当に負けた。正当、負け負けもはや勝たせる気はあるんでしょうか。あのさ、打撃耐性3体でもあるんだけど、あいつら全員打撃耐性あるんだけどHP もなんか似たような HP だし、これでようやく似たような HP なんですよ。勝たせる気ある？もう勝たせる気ないような気がするんですけど。さあ行きましょう。さあ行きましょう。相手がどんどん手強くなっていくぞ。おい。相手がどんどん手強くなるね。そういう洗礼を教えに行く。僕の考えた最強のチーム、打ち砕いてくれる。おっと、ギガンテス回避！さあ、ギガンテス回避はわかんないな。どうなんだ？ギガンテス、胸を乗り越えたギガンテス。行きます。さあ、どうだ？打点！あい、そうだよ、打撃耐性が強すぎるよ。さあ、カラッペちゃんのメンタルコマンドとかもあるから、絡めてもあるんだよ、向こうは。その絡めてをどう回避するか。カブトことが早い。勝ち上げ来るぞ、勝ち上げダメージ出るぞこれ。さあ、モンマスト何か教えに来ました。カブトことマジかよこいつ。もう返される。いや、まあでも一応ギガンデインあるし、そうギガデインあるからね。あ、320クラウンドか。やばいな。輝く息なら、でも、あ、輝きならまだ大丈夫じゃない？あー、こうなるのね。あ、こうなるのね。まあでも、このターンに一応さ、ギガデインで HP 差返す。ギリギリ返したばっかなんだよ、基本的に。基本的にギガデインでようやくギリギリ返す。さっきのなんかそんな感じだったな。このままじゃ正当に負けるから、やっぱ通行できしかない。やはり通行できしかないのでは。ボストロールとやはり通行の一撃なのでは。今気づいたわ。ボストロール入れると戦いが不利になるから通行的にやってみたいなとこあるやん。さあ、このターン大事かも。さあ、はい、はやぶさぎりー。あー、430。このターンはボストロール投げ払っていく。まあでも、やばい。さあ、精神的この炎、どうだ、どうなる。あ、でもこれは全然効いていません。おー、ここ回避したんだ、すごいね。よく回避したね。メンタルコマンドが完全ミスになったから、これでまあ帳消しみたいなとこあるな。正直これで帳消し感あるな。ほう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 、帳消し感ありますよ。カブトコトが最後に動いて勝ち上げでございます。でもこれでまた返されるのか。勝ち上げ、うえぇ、これこのまま、あ、投げ払うじゃなくて通行的方がいいじゃないか。今俺選んじゃったけど、なんか通行的俺狙わないって性格だもんな。でも通行的600たってでしょ。で、ワンチャンこのターンにね、やられちゃいますね。モンマスの火力がすごいから、相手。このまま400、400でやられちゃうね。普通に正当に負ける。また正当に負けるのでは。普通にもうなんか、押し切られる未来しか。はじめなんかお前ら HP3000 なのか、みたいな。普通になんかさ。キャー！助けて！終わっちゃいそう。ハヤブサ切りで終わる。通行抜き、そうだよね。通行抜きやってた。これ。ちょっと待って待って待って。綺麗に負けそう。プロトキラー、それ！なんでも出た！通行の一撃選んでれば。これ通行の時期選んでたらさ、どうなってたんだ。
なんかさ、ギガンテス強いね、さっきから。草原に闇生えたよ。もうさ、絶対勝たせる気ないよね、俺。絶対勝たせる気ないよね、みたいな。出ました無道の道具。ちょっとひどくないこれは。もうさ、無理じゃないの。メンツが無理。なんかさ、もう、切り裂きピエロバズ無理だし、通行抜き、通行抜き。通行抜き当てればいいよ。さっき学んだ。通行抜きがさ、多分勝てるって。通行抜きがある。大丈夫だ。こうなるとさ、もう子供泣くよ。子供も泣くよ、これ。子供が泣いて逃げ出すよ、こんなチーム出てきたら。もう悪夢やばいし。悪夢やばくない？ラリホーマ効果の爆発属性でしょ？みんな吹き飛ぶやん。はい、アークムドーン。いや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 、もう通行の敵撃たせてももらえない。いよいよ通行の敵を撃つことすら無理になってしまったんですけど。ちょっと待って、デインでさ、ギガンテスでしょ？ですよね。もう全てにおいて勝てるわけがない戦いをしているのではないだろうか、これは。え、なんかさ、あ、でも、え、キサキ君がアクアシンカーになった。なんか珍しいな。今のめっちゃ珍しいなぁ。よいしょ、なんかもうお前ら気持ちで、気持ちで負けてない？なんか気持ちでもう負けてない？いや、こんなに勝てるわけねえよ、みたいなさ。なんか気持ちで負けてる。もはや気持ちで負けているような気がしてきた、君たちは何か。気持ちでもはやもう負けに等しいことになっている気がしてきたんですけど、私は。今度こそ行け、ぶん殴る、頑張れ。こんなんさ、ただでさえ雑な体型の3000の4300だぞ。おっち4300ぞ。光の玉使って勇気逃げ切りするのが魔王戦の基本的なプレイなんですよ、やっぱり。こっちは光の玉とか狙って勇気貯めてとどめ突き打たないと魔王戦って基本勝てないんですよ。無道はそれをさせてくれないんだよ、悪夢のせいで。で、最強カードだと思っても、無道最強説あるからな、ぶっちゃけ言うと。これはやばい。もうさ、賢い人なら見た時刺したよね、こんな。賢い人だったらもう見た時、あ、もうやばいなって。もう無理だなってみんな思ったでしょ。俺もこれはね、勝てる見込みがないと思うもん。ちょっと待ってよ。マジでちょっと待ってくんない？ねえ。ダメだ、絶対勝てない、これ。絶対勝てなくない？え？おっと、動けないチームがあるぞー。なんかないかな？あ、パウバウ返し。どうすんの？なんか、どうすんの？勇気向こうの方が溜まるしさ。もう光玉使って逃げ切りは無理なんですよ。向こうの方が溜まっちゃうからね。なんでこれしかない？胸の力。無道かい、お前がいなったの。向こうの魔力もう溜まってるから、光の玉で追いつくのは無理なんですよね。もう向こう側先に溜まっちゃうと思うもん。ダメだ、こいつ、僕の考えた最強のチームなんて無道に、本当の最強のチームにはかなわない。強すぎない？圧倒的なんだけど。え、圧倒的すぎない？ちょっとこれは。まださ、与えたダメージも圧倒的だしさ。与えたダメージ量もすごい圧倒的だよ、なんか。あ、でもブーマッスル結構出る。これは、ダメだ。戻れ、エース。誰がエースや。さあ、通行的、頑張れ、この位置でいいな。ダメだ、何をやっても勝てない、これは無理だって、荷が重すぎるって。最後の最後に現実見せられたな。誰でもできるさ、誰でも考えた小学生のパーティーがさ、ボッコボコにされる様子を最後の最後に見届けたわ。ダメだ。うわぁ。いい夢見れたわ。